講師講師とは、講義などを行う者の,のことである。教育施設や、研究施設に所属する、教員の職の一つのこと。修学前教育から、中等教育では、教友の会、実習助手の上位に位置する。高等教育や、研究施設では、教授と准教授に準ずる職務に従事するものとされる。学校教育法に定められる。 大学教員の基本的配置は、教授から准教授助教であり、講師はそのつながりには含まれない。副学長、学部長、技術職員と同様、大学が必要と認めた場合に置かれる職である。実際は、常勤の講師は、准教授の元の職層の教員である。非常勤講師は、他の学校の教員、実務課、大学院生等である。語学、 教職系科目等は幼稚園高校の教員経験者の場合もある。4の非常勤講師と区別するため、常勤の講師は専任講師、常勤講師と呼ばれる。非正規雇用の立場で授業時間のみ出勤して授業を行う講師を非常勤講師という。学校によっては、時間講師、兼任講師、食卓講師、 外部講師といった名称を採用している。特別支援学校の教員における非正規雇用の立場で勤務時間は子供の通学時間のフルタイムとなっているが、常勤の講師に比べて勤務時間が短く勤務内容に制約が生じるものを非常勤講師と称する。ただし、実習助手との線引きが明確ではない場合もある。他に学習塾や 予備校の教員、講演会で講演するもの、各種講習会などで指導をする者を講師と呼ぶ。類似の職名に市民講師があるが、教員免許を有しておらず、特別職の非常勤職員であるため教員には分類できない。講師は、教諭または助教諭に準ずる職務に従事する学校職員のことである。常時勤務に服する講師と常時勤務に服さない。 講師に分けられる。講師は、一般的に臨時的に任用された教員であり、公立学校の講師なら、原則的に1年を超えない期間で勤務する。大阪府では任用の期限を付した人気付け講師と、任用の期限を付さない講師に区分され、任用の期限を付さない講師は、教諭と称している。常勤講師は、普通免許状特別免許状 臨時免許状のいずれかの教員免許状を有していなければならない。非常勤講師も同様の免許が必要だが、特別非常勤講師の場合は、教員の免許状がなくても講師になることは可能であるが、特別非常勤講師が認定されるケースは原則に反するためほとんど存在しない。講師は、教授または、准教授に準ずる職務に従事する教育職員の、 ことである一般的に専任の講師は教授、准教授に次ぐ職位である。一般的に助教が昇進して講師となり、さらに講師から昇進して準教授となる。また、専任講師は教育や研究の事情に応じて直接教授の職務を助ける場合もある。講師には専任である講師と専任でない講師がある。 名前は似ているが職務内容は大きく異なり、専任講師は、准教授に準ずる仕事のすべてを行うが、非常勤講師は、授業科目のみを担当し、拘束時間も、授業時間のみである。しかし近年は、国際教養大学のように3年契約で教員を採用している大学では、人気後退職に追い込まれる教員がいる。非常勤講師の正式名称は、 兼任教員であるが、学内での慣習的な呼び方や年度をはじめに、交付される事例への記載は、非常勤講師が一般的で、大学によっては、兼任講師と呼ぶこともある。なお、非常勤講師と、冠無理講座の客員教授や客員准教授とは、別扱いである。客員教員は、その教員に担当を任せる所属講座や研究所が、必要で、授業だけでなく、 研究や卒論指導などの業務も担当する。この意味での客員教員の場合、卓越した研究業績や技能を持つことがすでに世間的な評価として定まっているものに対して、教授会への出席義務、その他学内行事準備などの雑務を免除など、教育と研究に専念できるような待遇を用意し、 大学そのものの教育、研究水準を向上させることを目的としている。これに対して、非常勤の客員教授や客員准教授は、身分的には講師だが、称号として、客員教授や客員准教授の称号が、与えられている。有名タレント、作家などを年に一度の講演などに呼ぶ場合には、宣伝効果も狙い、高額のギャラを支払う代わりに、 客員教授や客員准教授の称号を与えるという使い方もする。また、客員講師の場合は、学生数の減少に伴って、全国的に大学が人員削減を行っているため、その専門分野において、学術的な実力が十分あるにもかかわらず、 それに見合うポストにつけない若手を学術の進歩のために温存する手立てとして母校が客員講師のような正し書き付きで肩書きを与えている。アメリカ合衆国の高等教育では授業科目の増加とともに就寝在職権を持たない非常勤の講師が多く雇われるようになった。非常勤の講師は大学に研究室を持っておらず、大学で過ごす時間も短い。 アメリカの大学における非常勤講師の増加は、大学教員間の共同体としての意識の低下をもたらしている。非常勤講師はスケジュールが細切れになっていることが多く、学生が授業の後で会話をしたり、大学の仕組みを理解していないことがあるなど、学生の大学に対する不満の原因となっていることも多い。ありがとうございます。